フェサラジロケ。さあ本日は護身グッズのボディーガード東京秋葉店にやってまいりました。はい、護身グッズピンときます？まあちっちゃい頃に、変な人が来たら押してビー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 みたいな防犯ブザー、防犯ブザー的なのしかわかんないですね。もちろんございます。ありますありがとうございます。ございますんで、はい、今日はいろいろとなんかご紹介していただけるそうなので、はい、早速入ってみたいと思います。お願いします。いいよ、準備。失礼します。ボディーガード東京秋葉店の飯田さんです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。まずスタンガンから。めちゃくちゃ種類あるじゃないですか。純ちゃんでもスタンガンのプロですもんね。一応なんか僕アルティメットテザーボールっていうサッカーのようなゲームでディフェンスがスタンガンを当てていたとんでもない世界に3チームしかないちょっとマイナー競技なんですけど、やってましたよね。一応そうです、日本代表勝ってるんで。その時使ってたやつは結構小型やったんですか？ちっちゃかったですけど、普通に電流が走って止まるぐらいの普通に動けなくなるぐらいの電流はありました。基本的には威嚇がメインになってはくるんです。これなんかその僕もね、実際多分ここまで強くないけど、音すごいじゃないですか。音すごい、合成だろって言われてましたもん。本当にこんなぐらい音出るんですね。まあ1秒ないですね。うわ、普通にやったことあるこれはでももしね、変な変質者とかが来て、これやれてビービーとかなったら、まあ手出せないですね。そうですね。あ、これ何？バトンスタンガンだ。今の状態はこうただライトがつけてる。びっくりした、びっくりした。赤くなってる時に押すと、うわ、結構これも純ちゃん握ってみる。それでどうすればいいですか？スライドさせて赤くなってる時に。じゃあ気をつけてね、ここにもあるからね。そうですね、いいですよね。1秒以内。これ大丈夫ですよね。1秒以内。いきます。うわっうわっ、すごー。しかもなんかそのやってる方は何の振動もないですね。その負担もない。確かに、ないと思います。フラッシュライト、フラッシュライト、一応まあ通常通りの明るさも出てるんですけど、普通のね、はい、最大マックスに関してはこのぐらいです。うわっ、すごっ、すごっ。やっぱ手に当てるとやっぱ全然違う。すごい、これ分かるかな。これ気をつけてね、はい、うわー、すごっ。ちょっとあったかいっすね。そうなんです、熱くなる感じで。ちょっとあったかい、すごい。やってみる。はい、ではこちら警棒のコーナーになりまして。こんなたくさんメーカーあるんですね。またちょっと当店オリジナルホワイトウルフっていうちょっとブランドの、はい、通常のスチールの約3倍強度を上げたものの4140カスタムスチール。軽い、軽いな。ちょっと収納の時は硬い、地面に叩きつける感じで、ちょっとここブロック用意してるんで。そうなんだ。あとはこれでもう振り出していただければ。振ったら出るんですか？で、出ます。すげえやる方じゃん。じゃあ行きます。あー、なるほど。似合うよ。似合いますか？めっちゃ似合ってる。悪さすんじゃねえぞで、収納も。じゃあ収納も。あー、おい、力も全然いらずに。いらないね。へえ。メリケンサック。あ、いいっすか？はい、どちらか。俺もつけたい。これどうやってやるんでしょう？こうですか？まあ、あくまでインテリアですけど懐かしい25年ぶりに俺は30年ぶりメリケンサックを。めっちゃ懐かしい。バタフライナイフって流行れへんかった？いや、流行りました、流行りましたね。うん、なんかこうカシャ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 みたいな。そうそうそう、よくやってましたよね。このバタフライナイフはもう本当にあれなんだ、刃が。そうですね、刃がついてない。はい、本当に鑑賞用だったりとか、なんかこうアクション用だったりとかするんですかね。そうですね。こちらは粘着とかトンファーがある。トンファーってあれですよね、武器にも防具にもなるみたいな。はい、そうですね。攻撃もできるし、こういう風に守る。ああ、なるほど、防御もできるんだ。
すごい画期的なものですよね。めっちゃこれも小学校の時めっちゃ流行るんすかトンファ。トンファすげえ流行って、あと響きかっこいいじゃん。まあまあね。いやでだ。よくありますよね。ああみたいなね。わあ！確かに声は声ですよ。やりたくなるよね。これ一番持ってんじゃないみんな。あ、催涙スプレー。口紅みたい。間違ってねつけちゃったらシャレにならないですよ、ね、めっちゃ染みそうだよ、まあ、こういう小型タイプですと、飛距離がだいたい 2,3 メートルぐらい。え、そんな。あ、じゃあこっからもう。あ、この辺なんで全然あります。でも動けなくなります。目に入ればそうですね。これは何なんですか。職場とかでハラスメントで悩んでる方向けに撮影が主ですね、はい、それはカメラ。これカメラだね。え、これカメラ乗ってんの。え、全わかんない全然。アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です、うん、撮ってますよどこでカメラがあるんですか。あ、そうですね、その中央ですね。うわー、わからん。すごい。これで撮れるんですか。撮れます、はい。このペン型とか。ペン型気になるよね、うん、どこで撮るの。あ、こちら。そうですね、ここですね。どれ、これ？ここですね。そうですね。普段撮らないときはこう隠せますけどね。うまや。うまいことこうやってやるんですか。まあ、一般的に多分そうですね。胸ポ。なるほど。ここにこうつけとくのか。こういう状態で。あ、スリングショット。パチンコですね、いわゆる。なんか自作してた気がする。小学校の頃。エアガンが流行る前にパチンコがめちゃくちゃ流行ったんですよ。小学校の時。一番最初に。人類が持つ武器ですから生まれたからね、やっぱり。こういう感じ。あ、そうです。これちょっと横に向けれて、こちら向けて。で、こう。そうそうです、ね、めっちゃかっこよくね。手錠、生で手錠見んのあんまないっすよね。何のシミュレーションやっぱね、万が一の時のため。万が一の時のためで。あ、こういう気持ちなんだ。あ、なるほど。こうなっていくわけだ。じゅんちゃん似合う。似合いますよ。でもできれば上着かけてほしいですか。これ上着をこう、じゃあ行くぞ。こういう気持ちなんですよ。お、なんかすげえオーソドックスな感じ。昭和なクラシックタイプ。クラシックタイプで。悲しいっすね、これ一番見たくない先輩が手錠かけられてるところ。やっぱ脱税じゃないですか。ハロてるよ。ちゃんとハロてるよ。買う人って何目的で買う人多いんですか。何目的かはちょっと聞きづらい。まあね、まあまあそらそう。なんで買うんですかって聞いたらちょっとね。それは野暮ですよ。サスマタあんの。今大人気のサスマタですよ。え、あの強盗が入って、ね、はい、サスマタを持ってた警備員の方が銀座かなんかで、ね、撃退して強盗を。それ で, そうです、ね、サスマタ特需が。実際はこう背に壁とかがないと多分抑え込みはできないと思うんですけども。あ、でも確かに届かないですね。あ、確かにこれで絶対届かないじゃないですか。拳銃もないしね、日本は。まや、これはかなり全然進めねえわ。え、だすちょっといいですか。いいですか。1対1だとこう持たれちゃって。ああ、そっか。よっ、あ、ちょ嬉しいな。あ、これそちら足用ですね。足、そんなピンポイント。こちらには動かない感じなので、うん、便利になってるんですね。そうですね。やっちゃったらもう俺動けなくなっちゃいます。動く。あ、取れないんだ。いいですか。そうです、うん、取れなくなります、こういう感じで。うわ、本当だ。本当なら、こう、まあ、足こう引っ張ってこう。あ、ぶっこけさせるみたいな。え、これもう取れないじゃないですか。どうぞ。で、取る。そうですじゃなくてこれ。伊沢さん、もう取れないじゃないですか、これ。そうそうそうです。もう手でもう地道に取らないと。そうです。電子的に取らなきゃいけないですね。なるほど。もう確かにでもそれが一番安全ですよね。じゃあちょっと次させて。待って待って。すいません。なんか。おー。すごっ。
まあ、ちょっと壊れちゃってるんですよ、はい、でこれでこうなんかこう動かしたりとか、足こう引っ張ったりとか、あ、やばい、楽しい。これめっちゃ気になってたシールド、警察が突入するときのやつじゃん。なんかこれ普通に手ですか？これこちらをこう腕通していただいて、そうそうですね。あ、やば、こうか。そうそうそうですね。かっこよくね。グフじゃん、俺。後ろのね持ち手がめちゃいいっすよ。見えます？ほら。ね。こういうシールドなんですね。シールドになってて、でちゃんとね左手仕様になってるんですよね。うん、右手でこう映るみたいなことで。なるほど。これは確かに。結構でも重いですね、やっぱこの縦になるとね。あとこういうやつですよね。そうそうよく見るわこれ。すごさあ、さまざまな護身グッズ紹介していただきましてありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃいっぱいありますね、やっぱり、ね、かった。うん、耳を守るっていうだけでもこんな種類あるんだっていう感じでしたけども、うん、この場所はどこにあるんでしょうか？東京の秋葉店にございまして、はいはい、で最寄りはあの銀座線の末広町駅徒歩1分にあります、うん、大阪や名古屋にも店舗を構えてまして、うん、ネットショップもやっておりますので、ぜひご利用ください、はい、ぜひ皆さんお越しください。